ちょっと詳しいここを見てください。今日これが実現したということに大変感無量で、これ検証できたんですか、今日の皆さんにも、そして非常に元帥以下皆さんに心より感謝をします。これからスポーツを通じて平和という我々の協会の、テーマでございますので、ね、皆さんにまた理解をしていただき、また日本にもその意義をしっかり伝えて理解をしてもらおうと思います。